当に楽しい時間でした。本当になんかスピード感となんか表現力とかもうすごくて、もうなんかとても感動しました。共演あれタイミングとかもすごく見てるんですけど、お互いこう生演奏でやったらよりこう見てる方たちにもこう醍醐味が伝わるかなと思って、なんかこれからもこういう試みがたくさんできると、もっともっと日本のショーっていうものが楽しくなってくるんじゃないのかなと思っています。多分こういった経験ができるのは初めてではないか、でも